金子洋平は山口県山口市出身の元プロ野球選手、宇と右内。ち。中学時代はボーイズリーグ、多摩ファイターズボーイズでプレー。国士館高校では2年春の選抜大会に控え足手として出場。首相として臨んだ3年夏の東東京大会では1番を任され3本塁打を記録するもベスト8で世田谷学園に敗れた。高校卒業後は 青山学院大学へ進学。トートリーグでは2年春にリーグ6位の打率353を記録しベストナインに選ばれている。4年秋には5番打者として3本塁打を放ち8期ぶりのリーグ優勝に貢献した。大学4年間の通算成績は76試合出場、224打数56安打打率、257本塁打45打点。 大学卒業後、本ンへ入社。1年目の2004年は、都市対抗で主砲として、チームを決勝戦へ導き、若字師匠を受賞。また、ハーレムベースボールウィークやア IBF ワールドカップの日本代表にも選ばれ、同年は、社会人ベストナインを受賞している。2005年は右肘を手術したが、2006年のドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズに6巡目指名され、 契約金と年俸それぞれ3,500万円、1,000万円で入団した。2007年に新人選手ながらオープン戦で3本塁打を打ち、開幕1軍に登録された。1軍では33試合に出場、3本塁打を記録したが、打率、129と振るわず2軍落ちした。翌2008年は1軍で6試合出場に止まった。 しかし2軍では2007年に打率290、14本塁打38打点。2008年には打率281、16本塁打54打点の成績で2年連続最多本塁打のタイトルを獲得した。2009年は1軍出場がなく10月2日付で戦力外通告を受けた。シーズン終了後12球団合同トライアウトに参加。 この際に、広島東洋カープが獲得を検討中と報道されていたものの、最終的に契約する球団は現れなかった。2010年1月27日のホンダでの練習を、最後に引退を表明した。その後、チームメイトだった、坪井智也のブログ内でサラリーマンをしていることが明かされた。社会人時代に、中村のりを参考にフォームを改造し、広角に打てる。 長打力には、打球団からも定評があった。ありがとうございます。